はい、では引き続きやっていきたいと思います。さて、次行くべきところ。どこだろうな。割と移動できるところが溜まってきましたね。こっちに行ってもな、あ、行けない。次こっち行ってみましょうか。で、これはやっぱりまだなのか。この人、何か隠してた？おお、隠してた。ちょ。赤いシルエットの女は何かを隠してたんですね。で、これは、まだなのかな？まだか。まだですね。よし、じゃあ、行きましょう。もうでも行けないかな。行けませんね。じゃあもう一回。次はこっち側に行きましょう。これはやっぱり行けないか。おお。なんだこれ。あ。すごい洗礼が待ってましたね。多分、だいぶ終盤じゃないとこっちには行けませんね。これは、まだですね。で、こっち、あ、こっち行けるようになってますね。壁の言葉。壁、これかな？壁に落書き。赤いスプレーで何か書いてありました。人殺し。人殺し。ん？子供みたいです。これさっきの猫ですよね。動物？どっちもまだわからないってことですね。ん？こっち行ける？あー、しまった。動いてしまったな。さっきのとこ行きますね。行きましょうか。こっちか。で、こっちで、こうで、こうで。で、回復して、初めてこういける。ある夏の午後。何かの記念碑でしょうか。なんかお墓じゃない、記念碑みたいですね。これは割って、あ、よかった。これはいけますね。猫ですね。これは猫です。動かない猫。冷たくなった猫。どこかで動かなくなっていたんです。猫。2匹ほど覚えられますね。猫の断片を取り戻した。2匹というか2箇所ですね。何か悲しい音が流れてる。あ、あ、しまった、しまった、間違えた。頭が痛い。さて、じゃあ、とりあえずどっち行きましょうかね。ん？びっくりした。ムビか。どうした？今声が聞こえたが。夢を見ていたの。夢？夢の中でね、私は目が見えなくなっていたの。どこに何があるのかわからない真っ暗な部屋の中で、私はたった一人でいたの。ううん、誰かの声がしたわ。遠くから私を呼ぶ声がしたの。その人の顔も姿もわからなかったけど、不思議な気持ちがしたの。不思議な気持ち。うん。不安が薄れていくような、不思議な感じがしたの。そうか。もう大丈夫だから安心して眠りなさい。じゃあ
父さんも休ませてもらうよ。おやすみ。もし、もし私の目が、もし私の目が本当に見えなくなっても、父さんはそばにいてくれる？レイデ、聞こえているのか、レイデ。ええ、話を続きましょう。何か蘇りましたね。お、開いてる。おーおーふ、なんだこれは。なんだよこれは。なんやねんあれ。何か過去の記憶ですかね。いや、本当に目が見えなくなってしまってね。お父さんも何も言ってくれませんでしたし。これですね、猫って。夕暮れの門。おお。庭に猫がいたんです。私が飼っていたわけじゃないけれど、ずっとここにいたんです。全然懐かなかったけれど、この猫を見てるのが好きでした。私は一人でいることが多かったから、誰かに、きっと、誰かに一緒に行って欲しかったからだと思います。お、こっち行けますね。ああ、けどダメだと。さて、じゃあもう一匹の猫の方をね、見に行きましょうか。ただね、どこにあったか忘れたっていう。こっちかな？あ、合ってますね。ああ、猫が死んでました。家の庭にいつの間にか住み着いていたんですけれど、懐かなかったんです。いつも私が近づくと、威嚇するように泣いていました。ふうですね。それがある朝死んでいたんです。ひどい怪我をして死んでたんです。どうしてこんなことに。なんででしょう。この子は、それを見て何を思ってるんでしょうね。おっとっとっと。で、ああ、これはもう見たってことですね。もうあとは、この記念碑しかないと。さて、次。次どこ行きましょうかね。ああ、ここには来ましたね。じゃあ、次はこの下に。で、回復すると。ああ、ここには何もないですね。来ても意味がない。じゃあまた違うところに行きましょうか。これはまだか。他に行ってへんとこありましたっけね。とりあえず上行って、あ、そうですね、これ行ってませんでしたね、まだ。オーフ、無理ですね。無理か。無理ということは、まずじゃあ次はこっちに行きましょうか。あ、そっかそっか。猫、猫。こっちはもう、あれですもんね。もしかしたら、ああ、無理か。
いいか。多分何か調節すればいけるんですよね。あ、いけた。こういうことだ。あー、合ってましたね。調節すればいけるようになるんですね。夜一人きりの夜。ん？どう、間違えた。帽子掛けです。でも、この帽子掛けには、いつも何もかかっていませんでした。帽子掛け。お父さんかな？お父さんだっていつも、あれですもんね、かぶってますもんね。で、なんか血みたいなのがついてますけど、それには触れられないですね。で、こっちか。ん？なんか似たような、ありましたね。傷？壁に傷があった。どこかの壁にたくさんの傷がありました。私、どうして私、こんなことを思い出したんだろう。どこからありましたね、こんなの。壁の傷の断片を取り戻した。どこやっけな。ああ、思い出した。赤いシルエットの人が甘い料理食べてたところですかね、多分。じゃあ、そこに次は行ってみましょうか。あれ？こっち合ってたっけ？違うよね。反対だわ。間違えた。ちょっと間違えましたわ。いらないいらない。あ、びっくりした。うん？なんだこの傷は。どんどん診療所がなんか、廃れてきますね。せっかくの診療所にね、傷つけられてしまって。あれ。で、回復してと。で、こっちですね。よし。多分、これなんですよ。あー、合ってましたね。壁の傷、どこかで見たことがある。傷だらけの壁をどこかで見たことがあります。きしむ風音。え？隙間風と家がきしむ音、まるで何かの歌声のようでした。小さい頃、近くの森に誰も住んでいない家があったんです。ここはその家の一室です。私はよく一人で遊んでいたんです。たった一人で遊んでいたんです。いつも私は一人でした。どっかの廃屋に遊びに行ってたってことなのかな？じゃあ次は、間違えた。なんか空いてるんでここ行ってみましょうか。廃屋。壁の傷。森にあった廃屋。私はよくここで遊んでいた。確かそう言ったと思います。でも、何の遊びをしていたのか、よく思い出せないんです。遊ぶ相手なんて、誰もいなかったのに。私はここで、何の遊びをしていたんです、していたのでしょう。小箱。これかな？赤い小箱。これは、オルゴールでした。ここに来るときはいつもこのオルゴールを持ってきていたんです。どんな曲だったかよく思い出せないんですけれど、映画かラジオ、テレビドラマ、多分そのどこかで使われていた曲だったような気がします。鳴らせないのかな？
ああ、しまってしまってしまった。うーん。なるほど。ごめん。こうかな。じゃあ、戻りましょうか。おっと、来てますね。なんか赤色してたんで来るかな思ったんですけれど。ん？これは、オルゴールか。おそらく誰かが忘れていったのだろう。ないで、なかったで、私確認したで。ネジを回してみますか？はい。ああ、この音か。この曲はどこかで聞いたことがある。一体これは、この曲は何なんだ？この人は何か関係してるんですかね。とりあえず、記憶の断片見ましょうか。ずっと見てませんでしたね。これか。決して懐かなかった猫。しかし彼女はこの猫が好きだったという。その猫が死んだ。事故か。それとも、彼女の住む家に書かれた人殺しという落書きとの関係があるのか。森の中の廃屋、小さな頃の彼女が遊び場にしていたという。しかも一人で、彼女は孤独だったのだ。無数にある壁の傷と寂しく響く風の音に彼女は何を見ていたのか。おお。でもなかなかいい時間ですね。じゃあ、一旦ここで切りたいと思います。では引き続きやっていきたいと思います。お、なんか取れるようになってますね。お、これはいけるかな？いけましたね。残され、帰ってきたら誰もいなくて、一枚のメモだけが置いてあったんです。メモには確かこう書いてありました。しばらく帰れそうにないかもしれない。少し早いが誕生日プレゼントだ。きっと似合うと思う。姿を見れないのが残念だ。心配しなくていい。必ずお前を迎えに行く。父は仕事で家を空けることが多かったので、一人で留守番をすることは少なくありませんでした。ただ、この時は何かが違う感じがしました。麦わら帽子。麦わら帽子。ほう。麦わら帽子ってあれですね。忘れたな。麦わら帽子。猫が死んでた時に、近くにおった女の子と同じですね。確かあれ、なんか麦わら帽子っぽいものかぶってましたよね。11になってますね。次どこ行こう。どこ行こう。とりあえずお父さんのところ行ってみましょうか。お父さんがどこかに行って、で、戻ってこなかったんですかね。あの感じからすると。進めるようになってますね。これ無理だわ。これ無理だわ。どんだけやねん。あそこが進めるようになってたということは。こっちもなんか進めたりしてって思ったけど、何も進めませんね。こっちもまだか。で、こっちに来ても何もないですもんね。じゃあ、こっちはまだ無理だってことですね。じゃあ、次はどこに行こうかな。こっちは何があったっけな。無理ですね。
じゃあ次。次は奥に。やっぱり麦わら帽子ですね。子供みたいです。これ、この子の子供の時代とかそんなんですかね。まだですね。じゃあ次は、右側に行ってみましょうか。行けるようになってますね。行きましょう。回復してと。とりあえずこっちに。麦わら帽子。帽子。これは麦わら帽子です。子供の頃、かぶってたんです。晴れの日も、曇りの日も、とても気に入っていたんです。とても大切なものだったんです。これで、お父さんのメモの隣にあった、プレゼントが見れるわけなんですかね。とりあえずこっち行ってみましょうか。月かな？空に見えるんで月っぽいですけど、これ、下にあるものなんだ。雲。映ってんのかな、上に。じゃあ、とりあえず、見に行きましょうか。やっぱりですね。テーブルの上には、箱が置いてありました。なんか、ルフィの帽子みたいですね。麦わら帽子。赤いリボンのついた麦わら帽子。これが、父からの最後のプレゼントでした。最後のってことは、やっぱ、帰ってこなかったんですね。さて、じゃあ、麦わら帽子をかぶった子がもう一人いましたね。どこだっけな。ちじゃなかったよね。ですよね。すみません、間違えました。確か、こっちか。こっちだけど、こっちだ。子供みたいです。この子。これは私の姿です。父に買ってもらった帽子を気に入っていたんです。子供の頃、本当にまだ小さかった頃の話です。ことです。どうして私はいろんなことを忘れてしまったんだろう。楽しかったことも、悲しかったことも、みんな忘れてしまった。どうして？どうしてでしょう。私が一番気になるのは、なぜ猫のそばにいるのかですね。そう。これはまだわからないですね。じゃあ、また部屋に戻りましょうか。回復せんでよかったのに、しまった。これ回復してもね、いけないんだね。さて、次どこ行きましょう。こっち。何かあったっけな。そっかそっか。進めますね。回復する。おっと、これは、冷たい石。これは、お墓です。お墓やったの？ここに刻んであった名前、覚えています。マシルとクリム。私はこのお墓がどこにあったか知っている。どこかわからないけれど、知っているんです。マッシュルトクリーム。他の断片ですね。マッシュルトクリーム。
確か。あ、これはクロベクターか。じゃあ関係ない。どっかで聞いたことあるんですけどね。マッシュルトクリーム。あ、これか。中年のとこがマッシュルトクリームか。なるほど。まだハテナハテナ。ビデオの中年の男がマッシュルトクリームなんですね。なるほどね。じゃあお墓のね。あれ、出てる。ちょっと待ってね。これですよね。お墓です。一度だけなんです。このお墓に来たのは。ここに眠っているのは、マッシュルトクリム。マッシュルトクリムという人のお墓でした。いっぱい出てきたな。エレーヌ・クリム。ルデュク・クリム。クリムばっかりですね。メルニック・クリム。オルナ・クリム。もう、気は済んだ。あなたが悪いわけじゃないわ。だからもう、自分を責めるのはやめなさい。赤いシルエットの人また来ましたね。枯れた色がありました。マッシュルトクリームは何か関係があるんですね。これか。で、こっちか。いけるようになってたけど進めないか。